立花から壇ノ浦さんを連れてこいって命令されたんだよな。他の仲間は？もちろん同じ命令を受けておりますよ。壇ノ浦さん、いよいよ壇ノ浦流の才能が開花し始めたな。何これ、人形？私一人でこと足りると思っていたのですけどね。思ったよりは動けるんだ。みんな、あの女を死なない程度に痛めつけて。私たち、なんかすごい悪者みたいになってるんだけど。